皆さんこんにちは。2024年の6月の24日月曜日に収録しております、今回も最初にスライドショーをお見せしました、16対9で見ていただいて、で解説で、撮ったままの画角で、お見せしながら、どういうふうに撮ったかっていうね話をしていきたいんですけど、最近は RX100M7 でほぼほぼフィルターを使って撮ってました。で今回はもう全くフィルターはなしなので、もう本当に買った時の状態で撮影をしました。で前半と後半と、もしかしてまだ写真がいっぱいあれば、3段ぐらいに分けてやってもいいかなと思ってるんですけど、取り急ぎ20枚前後ぐらいかな、ピックアップしてみたので、前半ということで、誰でも要は同じような写真は撮れますよっていうような、ところですよね。マクロとかは使っていないっていうね、そのクローズアップフィルター、クローズアップレンズっていうのは使っていないっていう感じで、はい。でそうですね、あとは JPEG で全部撮っております。多少その色味の調整はしているんですけれども、今回もロー現像は全く使っていない形になります。では1枚目からですね、これね家で、撮りました。すごくねこういう花を撮るのにいい方法があって、カーテンというかレースですね、レースのカーテンで日が当たるところがあったら、そこにテーブルを置いて花を、こう置いて、逆光になる形で撮影して露出をうまく合わせると、ふわっとした綺麗な写真になるので、ぜひ試してみてください。ただこれちょっとね、バックはレースではないんですけれども、うちの今の環境ってレースじゃなくて障子なんですよね。だから木枠が入っちゃうので、なかなかそれができないから、ちょっとねレースをつけようかなとか思ってますね。はい、では次いきます。はい、こちら別角度バージョンなんですけれども、要するにこんな感じになるっていうところですね。後ろがスカッと白く抜けてくれるような写真が気軽に、撮れるっていう。でこれもレースじゃないんですけど、うまい具合にね、工夫して撮りました。はい、これはもうなんか家にあった花を撮っただけです。で一番寄れるのが 50mm にした時ですね、 RX100M7 の場合おそらく。なのでとりあえず寄りたいっていう場合は、手に届く範囲であれば 50mm ぐらいにウィーンとズームして、近づけるところまで近づくといいのかなっていうふうに思います。もちろん手に届かない部分というのは、目いっぱい 200mm 近く、で撮るということが僕の場合は多いですね。じゃあ次行ってみましょう。これはね仕事場から見える景色なんですよね。結構自然豊かな場所みたいな感じですけれども、言っても、駅からは近いんですけれどもね、でもこんな感じの場所に住んでおります。はい、でこのちょうどなんか山っぽいのがあるじゃないですか、山ではないんだけど、そこら辺の上に、撮影に行ってきたので、それを後半戦でいろいろとお見せできたらなというふうに思ってます。すごくやっぱね、欅が家の隣にあって、その木がね、秋になると、なんていうの、枯葉の処理がめちゃくちゃ、もうこの葉っぱが全部うちの庭に落ちるんで、もうそれは大変なことになっちゃうんだけど、でもやっぱなんかこういつでも窓開ければこういう雲が見えてっていう環境はすごくいいですね。星はさすがにそんなに街が暗くないんで、あんまり撮れないかもしれないんですけれども、でも月とか、星も、都内の明るいところよりはこっちの方が全然見えたりするかな。だから成形写真もね、ちょっと RX100 でやってみようかなとは思ってるんですけれども。では次行ってみましょう。はい、これは赤い花ですね。すごい綺麗ですよね。でちょっと玉ぼけがポチポチと後ろ入ってますね。なのでこれもおそらく 50mm 近くで寄って撮っているっていう感じだと思います。ただ気をつけないといけないのが、 RX100M7 は玉ぼけ切れが上下発生するので、こういった玉ぼけが綺麗だなと思って撮ったショットっていうのは、角度を変えて3、4、5ショットぐらいは撮っておいた方がいいですね。どれかしらやっぱ切れちゃったりとかしているので、その辺は工夫しながら、撮った写真をプレビューしながらやるといいのかなと思います。で次ですね、アジサイ。今すごくね綺麗、これアジサイで合ってる
合ってますよね。多分合ってると思うんだけど、なんかいろんな種類のアジサイが、はい、あるのでね、あんまり僕も詳しくないんですけれども、なんか白とピンクのとても不思議なあのアジサイっていうかね、一つの花の部分で二色展開されているみたいなね。であとはなんか実がね結構可愛いっていうところと、まあ青いアジサイも後ろにちょっと見えている感じがいいかなと思って撮りました。では次ですね。あ、これはあの前回あのセレクトしたカタツムリですね。はい、でかいんですよ、そう、横須賀のカタツムリってめちゃくちゃでっかくて最初びっくりしましたね。普通のカタツムリの大きさじゃないので10倍以上はあるんじゃないかな。うん、そうですね。まあなかなか今はね都内ではカタツムリって見ることもないのかなと思ったりもするんですけれども、背景のボケ感が、まあ、少しは出てくれたっていう感じですよね。うん、まあ、これは被写体との距離と背景との距離で決まってくるので、うん、まあ、あとは何ショットか撮って、いろいろと工夫して、まあ、ベストショットを探していくっていう感じですね。では次ですね。ここからまたちょっとアジサイに戻るんですけれども、はい、いろんなアジサイを、撮ってみました。赤いアジサイ、さっきと比べてもやっぱなんか種類が違うっぽいんで、さっきのはなんかもっと白っぽいっていうかね、うん、ちょっとこっちは比率的にピンクが多いなっていう感じなのと、次もはい、アジサイですね。これはちょっと前ボケっぽい感じで手前に葉っぱを入れて、で後ろのアジサイの距離感でちょっと間にサンドイッチっていうか挟んでみたっていうような、まあ構図ですね。うん、まあ、通常やっぱこう全体的に色が一緒っていうね、紫とか青とかね、まあ、そういったアジサイをやっぱり想像しますよね。では次ですね。これもよく最近見るアジサイですよね。うん、なんかこの面白い形というかね、はい、真ん中の青い実みたいなちっこいのがあって、で広がるように白いなんか花が展開されているみたいなね、うん、感じですね。なんかこうスーパーマリオのなんかステージみたいな感じしますよね。この上こうピョンピョンピョンって奥にこうジャンプして登っていくみたいな、なんかそんな階段っぽいようなね、ちょっと構図になってるかなと思います。では次ですね。ガラッと変わりまして、まあモニュメントですね。牛がとても可愛かったので、はい、撮ってみました。牛とサザエみたいな、なんだろう、貝ですかね。でうちの庭もモニュメントいっぱい置きたいなと思ってるんですけれどもね、はい、まあいつかの話ということで、次ですね。猫ちゃんね、なんかこれも表情がね、まあ、やっぱり猫ってこう何ショットか撮んないと目が片方だけ中途半端に開いちゃってたりとか、ちょっと怖い表情になる場合もあるので、まあ 3,4 ショット撮ったかな。でそれで目がこう閉じてくれたものをセレクトしているっていう感じですけれども、なんかでこうブロックからピョンってなんか顔が出ている感じが可愛かったのでね、撮りました。では次ですね。はい、また同じ猫ちゃんなんですけれども、今度は横を向いてなんかどっか見つめているようなショットを撮りました。はい、では次行ってみましょう。これはなんか鶴というか、手前のこういう葉っぱと背景のこのキラキラ感みたいな、ものを撮ってみたんですけれども、なんかこうね、ターザンじゃないんですけど、なんていうのかな、ちょっとジャングルっぽいようななんか雰囲気が出てくるので、こういうなんか絵柄って好きなんですよね。なんか鶴かなんかこう葉っぱが降りているものを見つけたら、大体あのその鶴にフォーカス当てて、で背景はあとはもう運というかね、角度とか、まあ、その時間の光の当たり方で決まってくるという感じなんですけど、まあ、これもやはりですね、何ショットか撮らないと玉ボケ切れが発生するので、まあ、だから工夫すれば、まあ、その僕が指摘してきた玉ボケ切れも、まあ、こういう形で、まあ、うまく隠れてくれたりとか、まあ、光学的にっていう言い方がいいのか分かんないんですけれども、発生しない形で撮れたりはしますね。ただな、年輪ボケが多少出てますけど、僕はそんなに年輪ボケって嫌いじゃないんですよね。まあ玉ねぎボケかとか言われますけれどもね、まあ、汚いとやっぱ印象になっちゃうんですかね。まあ、それはそれでなんかね、こうなんか不思議な模様として僕は捉えるので、まああんまり気にしないんですけれども、ただやっぱりね、光学的な観点から見ると、まあ高いレンズは
年輪ボケが出にくくなるような多分設計になっているって聞きますよね。だからあんまり出ない方がやっぱりいいのかな。ただゴーストとかフレアとかも僕結構好きで、まあわざと入れたりとか、入ってても入ってないショットと入ってるショットがあったら入ってるショットの方を選んじゃったりとか、まあ漫画的表現ですよね。太陽の逆光でキラキラーンって入るみたいなね。僕は結構ね、レンズのそういった特性とか性の味として表現で入れることが多いですね。はい、では次行ってみましょう。はい、こちらは花がね、こう垂れ下がっているっていう感じなんですけれども、なんかこう光がちょうど花の中からこうなんか光っている感じがして、まあちょっとセレクトしてみました。あとはなんかその右側のつぼみでいいのかな、なんか花が黄色くて左側がまだ黄緑っぽくって、で中央がなんか白とピンクのっていう、なんかね、後ろの花の色がそれぞれ違うみたいなね、その辺がちょっと面白かったんでセレクトしてみました。では次ですね、もうベタにみかんっていうか夏みかんかなんか分かんないんだけど、もうよくあるようなショットですね。はい、まあ普通に果物みたいなあったんで、まあ撮ったっていう形で、これは別にそんな工夫してっていうわけでもないんですけれどもね、まあその季節感として、いや、いよいよもう夏だなーみたいなね、まあ、そんなものを感じていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。では次ですね、松の木でいいのかな。すごいですよね、なんかごっつさというか力強さというか、なんかもうこの木に手とか腕とかこうなんか擦れたら大怪我しそうなねぐらい、なんかいかつい表面というかね、表情というか。で、松ぼっくりもね、左側ちょっと、見えてますけれども。まあ、光がね、ちょっと木の方に当たっちゃってるんで、松ぼっくりの方はちょっと沈んじゃってはいるんですけれども、まあ、松の木のなんかこう、表情というかね、力強さを感じたので、撮りました。では次ですね。これまたあれかな、アジサイとは違う形な、アジサイでいいんですかね。まあ、Google レンズね、かざせば多分わかるんでしょうけれども、なんかこう、星に見えるんですよね、この、なんか、花びらが、キラキラキラーっていう、なんか感じがして、で、光の当たり方も、ちょっとまばらで、キラキラした感じというかね、綺麗だったんで、撮りました。では次ですね、同じ場所から撮ってるんですけれども、もう少し花にフォーカスをして、まあ、ちょっと角度違いのものを撮ってみました。はい、まあ、さっきの一個前の、もう少し右側とかかもしれないんですけどね、同じ場所の、まあ、エリアとしては一緒なところで撮ったっていう感じですね。はい、では次ですね、これもまた別角度ショットっていうかで、中央で見るとなんか何層かにね、こうなんかひし形みたいな花がこうあるみたいな、なんか星が何個かこう散らばっているみたいな、なんか面白い花ですよね。なんかでも綺麗です、すごくね。では次行ってみましょう。はい、こちらなんかね、懐かしいというか、なんかね、よく見ましたよね、こういうの田舎とかで見た気がするんですけれどもね。まあこれも多分ですね、50ミリぐらいで近づいてちょっと背景ボケたらいいなみたいな感じで撮ったと思うんですけれどもね。まあ、やっぱ1インチなので、ちょっとボケ感としてはもう少しボケてもいいかなっていう気はしますけれども、ただなんかこれぐらいボケていれば僕的にはまあいいんじゃないかなって言ったところですかね。ただなんか風がね、やっぱりあるだけでピントがものすごくシビアですね。やっぱりまあ今回ポップアップファインダーって使っ、あれ？この時だけ使ったのかな？なんか1箇所か2箇所使ったと思うんだけど、基本的には背面モニターで頑張りました。でもやっぱり日当たり次第ではポップアップファインダーないとピントが全然合わせられないって言ったところもやっぱりあるので、まあそうですね、ちょっと絞ってみたりとか、ただ絞るとボケ感なくなっちゃうから、そこら辺難しいんですよね。はい、まあ撮り急ぎは1段ぐらい絞ったっけな、ちょっとあんまり覚えてないんですけれども、はい、ただまあズームも少し使ったりするから、その地点で F 値下がっていっちゃいますからね。
で、最後にもう1枚だけご紹介します。こちらですね、まあ、縦写真になるんですけど、これさすがに16対9で9で横に伸ばしちゃうとかなりドワッとねアップになりすぎちゃうんで、とりあえずこちらの解説の方で加えたんですけど、まあなんか面白いですよね。斜めの岩の部分があって、で上は日が当たってるんですよ。で下は全く影になっていて、でそこからこうツルのような葉っぱがファッと滝のようにですね、なんか流れているみたいな。そうだから葉っぱの滝っていう感じだったんですよね。なんか自然の滝というかね、緑の滝というか、それがすごく面白くてね、今回ちょっと最後にピックアップをしてみました。ということで、まあ今日お見せしたというか見ていただいた写真は全部フィルターなしなので、まあ、皆さんも同じような写真というのはまあ撮れるんじゃないかなというふうに思います。で次もですね、この続きまだまだ写真あるので、まあ、フィルターなしそのまんま RX100 みたいな感じで、まあ、もう少しそうですね、ちょっと分けて作例というか写真を楽しんでいただけたら嬉しいなというふうに思ってます。で、まあ、撮ってて思ったのはやっぱりフィルターなしでもいいんですけど、クローズアップレンズ1番ぐらいはなんかずっとつけておきたいなみたいな感じで、まあすぐにそのまま寄れるっていうのもあるんですけど、やっぱりコンデジってむき出しじゃないですか、レンズが。なんていうかな、保護フィルターをどうしてもやっぱ使いたいですよね。ミラーレス一眼とか、まあ一眼レフとか使っていた身としては、レンズに当たると怖いとか、やっぱホコリ入るとか、そういうので、まあ、電源はなるべく歩いてる間はもうオフにして、レンズ中にこう引っ込めるっていうかね。ただあんまりそれもやりすぎると、あれかの間からホコリとか入っちゃうんですかね。何段かこうレンズって伸びるので、結構 RX100 の中にセンサーにホコリ入っちゃって、で掃除機で吸い取ったみたいな記事ありますよね。だ僕もまあもしもセンサーにホコリ入っちゃったら、ちょっと掃除機戦法やってみようかなと思ってるんですけど、ただまあできるだけやっぱホコリも入れたくないので、やっぱりフィルターはねつけっぱにしておきたいなっていうふうには思いました。なので一旦今回はまだ後半ともう一段できたらやろうかなと思ってるんですけど、全く本当に何もつけないで撮ってるんですけど、まあ、次はクローズアップレンズ1番をずっとつけっぱの状態でまあ撮影して、でもう少しこうねマクロで撮りたいなった時はマクロレンズ使ったりとか、そうですね、今回はもうマクロなしっていう風に割り切って散歩写真やったんで、次はもう少し幅広く撮ろうかなというふうに思っております。では、近くまた後半の写真をアップできたらなというふうに思いますので、よければねチェックしていただけると嬉しいです。では見ていただいてありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。